こんばんは。こんばんは。今日はなんやらよく声が出るなということで始まりましたスゴカフェでーす。今日も元気に頑張ります。一田篠です。よろしくお願いします。ぜひ皆さんのコメントがめちゃくちゃ大事なあの回になってきますんで下のコメントフォームからいろいろコメント、オムーさんとか私へのお便りだとか、今度っていうか何十分後かにゼルダ、みんなの耐久ゼルダをやりますので、気持ちの耐久ね、そのためのあのコメント温めといてもらえると嬉しいです。こんばんは。ということでオムーさんお呼びしましょう。オム店長です。どうもこんばんは、オムラです。よろしくお願いします。なんかこの上が変じゃないこんばんは。さっさ今忙しいんでね、いろいろね。いやちょっとね、間空いたね。そうね、2週間ぐらい空いた。2、3週間ぐらい空いた。10月です。久しぶり。もう10月ですよね。早いな。10月はもう気分一新して、あ、一新なんだ。ちょっとなんか半期終わったみたいな感じで。ああ、いや、さすが会社員はね、半期終えたとかそういう感じ。会社員でもないんだけど、ね、違うけどねそっか、そういう感じになるんだ。ああそうですよ。確かに。ああ、みんなあのぶとい声でありがとうございます。のぶとい声です。ありがとうございます。そうね、これ間いたけど、しろさん何やってたの？何もしてない。ボイトレしたぐらいかな。ボイトレして家に帰って、またボイトレ行って、ボイトレ行って家帰っての繰り返しですね先生三昧じゃないですか。そうよ、先生三昧してますよ。私はね、いろいろありましたよ、うん、お、何したんですか？いろいろあった。うん、めちゃくちゃ。もう一個ずつ喋る？これいいよ。いい、うん、尺取っちゃうよ。いい、全然。その前に潤しときます。あ、そう、潤、ありがとうございます。今日ね、あのゲストさんいないから原油。原油ね、うん、ゲストさんいるときはちょっといい感じのコーヒー出るんだけど、今日は原油。いや、涼しくなったね、うん、だいぶね。そうだね、うん、ちょっと若干暑い時もあるけど、ね、あ、昼間はね、日差しが結構厚めよね。あ、そう言ったんですよ。うん、やっと念願の、うん、タマレーンといえば、うん、岡本太郎の墓。おー、ということで岡本太郎記念館にようやくやっと初めて行きました。芸術は爆発だ。そうです。おー、南青山にあるの。そう、岡本太郎の家が今記念館になってて、もうちょっと美術館は川崎の方にあるんだけど、へー、家のアトリエがね、あ、そうなんだ、記念館になってるのがあって、そこ前から行きたいと思ってたよね。いつもお墓ばっかし行ってんだよね。あ、そうなの。そう、てっきり私大阪にあるんかと思ってた。なんで？あ、それ万博の、万博が大阪だったから。万博の大阪の、そう、あれじゃない、そのイメージやったです。太陽の塔じゃん、うん、それは太陽の塔は大阪にあるんですけど、うん、自宅は今記念館になっていて。あ、そうなんだ。行ってきたんですよ。やっと太陽の塔ありました。あった。 あるんだ。太陽の塔、ミニチュアサイズの太陽の塔と一緒に、ね、写真撮ったよ。さすがに大きいやつじゃないんだね。それはでかいからね、あれね、うん、そうなんですよ。やっと念願の岡本太郎の、で、先ほどもですね、うん、岡本太郎のお墓参り行ってきましたですね。おお、たまれんに、たまれんデートしてきましたよ。デート、あら、やだ、大スクープ。大スクープですか？大スクープじゃないデートなんて。前回の番組で予告してたじゃないですか、うん、なるほどね。そうなんですよ。なんとですね、はい、前回ゲストだった決まりさんいるじゃないですか、うん、女優兼占い師、うん、決まりさん、いつもお世話になってる決まりさん、大変お世話になってます、ね、その決まりさんがあのあと、うん、たまれに行きたいと、まあ、番組でも言ってくれてましたけど、うんうん、本気で行きたいと、うん、本気かと思って、うん、篠さんですら言ってくれない、この本気かと、うん、で、さっき言ってきました。よ、今日の昼間言ってた、いきまりさんが2日前ぐらいに、うん、今日昼に店長とちょっとたまれん行ってくるの。え、大丈夫かな何が大丈夫大丈夫かな、いきまりさんって思ったんだけど、張り切ってプログラム作ったわけ。プログラム作った、うん、そう、あの、いきまりさんね、もう車で送って、あ、行ってもらって、で、全部案内していただいて、いきまりさんは、ほう、なるほどって思いながら聞いたのってさっき言ってた。あ、そうこれさっきの。あ、もう連絡済み。そう、連絡済みなの。そう、
言ってた。感想言ってた。言ってた。楽しかったよって。楽しかったって。どうでしたって言ったら、楽しかった。本当ですか？って言っちゃったもん。それ本当です。それ本当ですか？私は楽しかった。って言ってた。ちゃんとね、もうエネルギーをこう感じ取れる場所をね、もうチェックポイントを決めて。おー、なるほどね。でなんだって東京ドーム27個分なんで、もう車ですよ、右手に見えますのが何々の墓です、左手に見えますのが何々の墓ですっていう、ね、でちゃんとこの御霊堂の中入って、で千元山も登って登りをしてきたんですよ。ちゃんとあの、お噂の千元山、そう、すぐ登れるそう10分で登れる登山、登山もしてきました。でもう堪能して、で岡本太郎の墓も行って、あとね、いろいろ行きましたよ。あの新渡戸稲造とか三島由紀夫とか西村光とかね、一応女優さんなんでね、はい、その方に行きたいって言ってね、行ってきました。でいろいろもうちょっと主要のポイント見て、堪能して、めちゃくちゃこうもうキュッとね、で一日は 見切れないんだけどキュッとね。なるほどね。もう初めてですよ。私も四半世紀ぐらい玉ねぎ研究してて、で一応小金井市とか府中市から部署のね、ほら案内ガイドやってくれみたいな連絡があったりとか、周年記念の事業の一環で、その著名人の墓ツアーのガイドやってくれとか、そういうオファーをいただくんですが、どうもなんかちょっと途中からその人ちょっとなってなんで私 裏ガイドみたいな、だから表に立つとなんでこのほらいろいろやりすぎちゃってるんで特定の人にお願いできないよね、東京都とか市とか、ちょっとあまりにも有名すぎちゃってたまねぎの中だと、なのであの私がガイドブック作ったりとか、案内こういうのがいいんじゃないですかって言ってガイド違う人立ててやってるケースが多いんですよ、私自身がガイドするってことは初めてだったんですよ、今回、もうマンツーマンでガッツリやってきました。おお、素晴らしい。嬉しかった？そうですよ。篠さんにもうずっとオファーしてるのいいですよ、いつでも行きますよ、篠チューブ撮ってもいいですよって言うんだけど、全然オファー来ないじゃん。オファーはね。いきまりさんと行ってきましたよ。いや、語り放題、確かに語り放題ね。もうずっと語ってたもん。いや、さぞ楽しかったでしょうね、オム店長。マンツーマンで語りつきましたね。もう結構逸話とかも全部知ってるから。なるほどね。地図見なくても行ける。いや、言ってたもん、全部いろいろあのピックアップして説明してくださってって言ってた。それでね、話盛り上がって、もうあの素晴らしい人じゃん。そうね、女優さんとしても素晴らしいんだけど、ほら占い師としても素晴らしいじゃん。で俺ね、この間のね、占い見て、もう感銘したわけですよ。はいはいはい。で私もどっちかっていうと、ほらメンタルとか、オム店長もしかしたらね、声がね聞こえづらいかもしれんの。すいませんね、ちょっとねもう張り切りすぎてこっちに向かってしまいました。皆さん、あ、ごめんごめん、ね、みんなのこと忘れて、楽しさが伝わってるよきっとみんなにもね。ごめん、ちょっとみんな置いてけぼりしてたわ。しないで、聞いてくれよみたいな、ね、いきなりさんとねってなっちゃった。そうそうそう、こっちのマイクに入るかと思ったね。あ、ごめんごめん。ちょっと落ち着くわ。そうね、そうね、興奮しちゃって。でも楽しさは伝わったと思う。だって今までのなんか研究発表会みたいな感じだったよ、マジで。あ、そういう感じだったんだ、ついに。真剣に聞いてくれんだもん。マジ雑じゃないんだもん。ね、見て、音量大きくしてました、だって。あ、すいません、お手を忘らせて。ついついちょっと、でもね、報告したくて。この2人の声量差がね、ちょっとあってね、大変だっただろう。今日発声できてるよね。いや、今日めちゃくちゃできてる。最近めちゃくちゃ発声できてる。ごめんごめん、ちょっと俺は喉枯れてる感じ。どっちかっていうと。今日喋ったからね。今日3時間ぐらいぶっ通しで喋ってたから。張り切り。鍛えていかないと3時間喋っても枯れないようにね。ボイトレやんないと。パソコンの調子悪いのかなって思ったって。あ、すみませんでした。全然ね、あの私がマイク拾ってなかったね。こっちに向かって喋ってた。ね。何いろいろ話聞いてくれて、あ、それでね、だからもうそれでもがっつりやってんじゃん、でラーメンも食いに行って、しかもラーメン屋さんの名前が心だから。心なんだ。ラーメン心。おお、めちゃくちゃ多摩霊園駅のすぐ近くなんで、めちゃくちゃうまくてさ、でもういろいろ回って、でもこっち興奮してんじゃん、いきなりさん興奮してるか全然わかんないけど、多分静かに興奮してたかもね。それでね、一応まあいろいろ話して、
でこの間の占い私感銘受けたんですよ。はいはいはい、すごいなと。で、うん、私自身もやっぱメンタルとかカウンセリングとか、うん、まあいろいろそういう教育面とかね、いろいろそういうのを本業にしてるわけじゃないですか、うん、占いもいいなと。え、うん、面白いんじゃないかと、うん、オムさんが思ったの。そう、うん、で、うん、勢い余って、うん、いきまりさんに弟子入り懇願をしてみました、うん、弟子にしてくださいって占い師の、うん、ちょっと女優とかさ俳優とかできないんでね。はいはいはい、占い師、占い弟子入り、占いの弟子入り、だからミレドさんの孫弟子みたいな感じ、まあ、そうよね。そういうことです。そういうことよね。そういうことです。ほうほうほう、弟子にしてください。もう俺もちょっと占い勉強したくなってきちゃってさ。あら、うん、そうじゃん。だって今まではカウンセリングとかってマンツーマンで対峙するでしょ、うん、で別にツールとかじゃないんだけどさ、うん、なんか一つものがあって、うん、これを介してなんかやるのも面白そうだなと思っちゃったんですよ、この間の。なるほど、ね、ここゲスト生きてちょっとシノさんとやってるの見てさ、うん、あ、俺もなんかそういうの使えたら、なんか横でちょいちょいなんか文句言ってたじゃん俺。言ってた言ってた、うん、やりたいなと思ってさ。うん、でももう駅前さんにもうこれもご縁なんでっつって、へ、うん、弟子にしてくださいって言ったら、うん、いいですって言われたんで、へ、いいですってあれ OK ってことね、うん、いいですじゃないよ。やりますよってことね。イエスってこと。そう、いいですとか言わない方がいいよね。よ、ついさっきだから私は弟子になったんです。何、タロットカードとか。だからそれはいきまりさんに決めてもらいます。師匠にね。そう、師匠に何に使うのかって。どっちかっていうと私の場合はなんかこれが出たらこれだっていうよりは、うん、なんか絵面見てインスピレーションでなんかやった方がいいんじゃねえかみたいなこと言ってたんで、うんうん、でなんかもう頭の中では、うん、もうあなたはこれがいいみたいなのがもう浮かんでるらしいよ。あ、そうなんだ。とワクワクですよ。へー、ちょっと私勉強しようかと思って。なるほどね。先生ですかね、いきまり先生。そうよね。そうですよ。お、コメントがちょっとうさんくさくなってきたか。マインドコントロールしてイエスと言わせた。あ、だったらいいけどね。もうそのね、俺のレベル超えてるからね、いきまりさんね、うん、だっていきまりさんすごいから、レベル感が、うん、そんな俺がマインドコントロールできるようなレベルじゃない。むしろだから弟子にしてください。なるほど。本当にで俺もそういうのを一つ勉強してなんかでやれるようになったら、ちょっと違うなんか間口っていうのかさ、見せ方が一つできるんじゃないかなと思って。それこそあれじゃん、ちょっとまあいきまりさんとかミレドさんやってくださってるけど、みんなからしたら多分オム店長の方がさ会いやすかったりするから、そういうねできるようになったらいいよ ね視聴者さんがオム店長にね鑑定してもらうとかもできるようになるってことだ。シノさんも鑑定してあげるよ。私はいい、オム店長には勝手にするわ。絶対嫌だけど。勝手にしてもらう分にはね。勝手にシノさんこうです。勝手にやる。でもそれ聞かない。あ、でいいよ、聞かなくて。俺大きな声で喋るから。いい。もうその瞬間あの50-50の関係じゃなくなるって思う。50-50じゃなくなる。そうそうそう。そうか、それでブレちゃうのか。そうよ。あ、ただ私がやるときはね、うん、覆面かぶって名前変えようかと思ってるんだけど。あ、なるほどね。オムさんって分かんないようにするんだ。そうそうそう、だからあのミスターオムとかね。店長オムとかね、そういう名前にしよう。なるほどね、うん、店長オムはね検索しやすいね。店長オムでね、うん、で、なんか覆面かぶるかモザイク入れるか顔を映さないか。そういう感じだ。やっぱちょっと本業と分けなきゃ。あれなんだ、対面じゃなくて何かを。でもオンラインでいいのかな。オンラインね。でも需要あるでしょうね、オンラインとかね。オンラインでやろうかとか考えてましたけどね、うん、もちろん対面でもいいんだけどさ、うんうん、それちょっとなんかやれたら面白いなと思って。ビッグツリーオムだって。いいね。ちょっと名前募集するわ。公募するそうです。それでちょっとね、うん、勉強させてもらおうかと思って。しのさんもどうですか。私、うん、しのさんもやれるようになったら面白いんじゃない。てかあれよ、役者の皆さんたちがタロット鑑定ね、うん、始めてるよ結構。おう、そうだよね。そうそうそう、あの、しのさんやんないの。私はね、やられる方、うん、お願いします。そうそうそう、聞いてる方が楽しいから。そうか、うん、そうそう、サッカーの応援の声出しすぎで声枯れてます。しのにボイトレしてほしいと思った。するよ。お、全然。ボイトレしたら枯れなくなるのかな。あの、枯れないようにしていく、発声をしていく。これなんかほら、普通の喋りとやっぱほら、うん、みんなにこう聞かせる喋りは違うじゃん。あ、まあね、みんなに聞かせる喋りはなんかボイトレ必要かなと思うんだけど、普通にこう喋ってるのもボイトレすれば枯れなくなる、うんうん、
枯れなくなる。そうなの、うん、ちょっと本気で考えちゃうよそれ。歌とかやってる人ってね、80代でも元気じゃない。そうだ、ね、声よく出るし。歌とかは歌わないんだけど、結構この口調でずっと喋りっぱなしが多いのよ。講義とかそうじゃん。いやそれこそ多分ね、喉がねグッて喉閉まってるような感覚になってくると声枯れちゃうでしょ。そうなってると思う。そう、そうなってる。よく言うこの喉がグッとなってるのも開くんだよって、あれがちょっとよくわかんない、ね、開くはよくわからんね。どう開けばいいんだろうとか言うじゃんね。首締めてんじゃん。あれがよくわかんない、ね、そう、息がねって吸いとかになる、なったりするじゃん。よく喋ってる人とかはね。そうです。あ、今日指導料金が高いですよ。高いですよ、私。ちょっと高いですよ。なかなかですよ。うん、高いですよね。あ、ちなみにさ、料金っつったらさ、うん、いきまりさん、ほら前回出てもらったさ、うんうんうん、ほら個人的にいきまりさんに鑑定してもらいたい人は、あの募集しますってやったじゃん。うん、いたんよ。おお、いたの？しかも俺経由だと高くなるよって言ってんのに俺経由できたのよ。つないで鑑定してもらったんや。あ、そうなんだ。そう、ちゃんとお金払って。ちゃんとお金払って。素晴らしい。あ、そうだ、お金、ここのお金も払わなきゃ。後で払います。それは放送外で言ってください。払ってなかった。払ってなかったね。そうなんですよ、うんうん、ちゃんとお金払って、うん、すごいね。やっぱしちょっとこの間放送の時はやっぱ言葉選んでたと思うんだけど、まあマンツーマンはもう超ストレートなんで、もうね、ズバズバ。しかもこの2対、あ、1対1のね、うん、やつだからね。あと放送だったからね。うん、だからまあすごかったらしいよ。あ、そうなんだ。超えぐられてもうすっごい元気になった。あ、よかったよかった、うん、そうなんです。なんかそういうね、それでさ落ち込むとかじゃなくて、うん、それがね超元気、なんかつながればいいですよね。やっぱいきまりさんすごいね。うん、なので、私もちょっといきまりさんからちょっと教えをこうでですね。いいじゃないですか。そうなんですよ、師匠なんで。そうね、そうなんですよ。良いじゃん。そんな感じでございまして、ラーメンね美味しかったって言ってたよ、いきまりさん。あ、そう。なんか醤油もね、白と普通ので選べて。そう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 、白食って、私白食べたいなってやったら、そう、白美味しかったよ。そう、白一緒に食べた。そうって言ってた。今度醤油も食いてえなと。めちゃくちゃ美味しくてさ。白も醤油じゃないの？白と醤油がある。 白と醤油なんだ。そうそうそう、そういうことか。醤油なんか中華そば系なんでしょ。そうそう、中華そば系一番美味しい。そういうのがね、すっごいね、さっぱりしてるのよ。ちゃんと出汁が効いてる汁でね、うん、うん、お、意外に美味しくて。あ、そうなんだ。で、前から気になってたの俺、うんうん、そのお店は結構ネットでも結構人気で、うん、前からしてたんだけど、でたまれよく行くくせに、うん、そのラーメン行ってなかったのよ。うんうん、したいなとか思いながら、うん、で今回なんかラーメン食べて、暑いのにラーメン食べてって言うから、うん、もうラーメンって言ったらそこしかねえだろうと思って行ったら、ね、たまたまいつも行列なのに、うん、たまたま空いてて。あら、よかった。たまたま2列空いてて、うん、たまたま入って食べた。よきよき、うん、あれは美味しい。あれは本当、多分ね、しのさんいける。あの、なんだろう、年取ってる人でも子供でも女性でも、うん、ラーメンあんまりそんなに得意じゃない人でもめちゃくちゃ食べる。はいはい、うちそれこそ地元がね、ラーメンなんか名産っぽい感じになってるんだけど、うん、中華そばを食べてきた人間なの。おー、からね、そう、会うと思う。ラーメンを食べたいな。ラーメン食いに行こうよ。ラーメン食べに行こうかな。シノチューブでそのラーメン屋だけでもいけると思う。そうそう、いきまりさんツイッターで多分ラーメン屋さんあげてたと思う。あ、そうなんだ、うん。そう、高山ラーメンって名前はね、観光客向けの名前ね。あ、そうなの。地元は中華そば。そのままじゃ。中華そばがなぜか高山ラーメンって名前になってたのよ。まあ、地元の名前つけられるとね、いいじゃない。そうそうそう、わかりやすいよね。まあ、玉田園駅、うん、ラーメン心で検索すれば、ね、多分めちゃくちゃいっぱい出てくる。それなんかさ、あの老舗のラーメン屋さんとかね、美味しそう。そのこじゃれたとこもいいけどさ、結構シミがついたようなさ、うん、とこのラーメン屋さんは絶対美味しいよね。でもそんなに古くはないんだけど。あ、そうなんだ。そんなお店自体はそんな古くないし、作ってる人も多分創作系なんだろうと思う。ああ、なるほどね。美味しそう。いや、でもそうなんですよ。だからラーメン食って玉レーン行って、うん、で占い師の弟子入りして、今日はもう一日充実してるんですよ。いや、盛りだくさんな一日じゃないですか。さぞね、大好きないきまりさんとね。そうなんですよ、いろいろ話せてね。
池前さんでもどっちかというと2回目だからね今日会うの。そうね会うのはね。そうよね対面するのは2回目だから。なんだけどねもう昔から知ってる、まあ昔から知ってるじゃん、うんうんオムさんはね2回目の気がしないでガンガン攻めちゃったよねガンガン、うん、もうずっとだってもう嬉しくてしょうがなかったさいろいろねもう次どこ行こうかみたいなどこでもいいよ初めての案内もできるし多分めちゃくちゃお腹いっぱいだと思うんだなんかねいろんお墓っていうお墓じゃないお寺にあるようなお墓とまた違うから楽しかったって言ってそういろんなねあの面白い形のねお墓とかね、うんうんうん、でもまた池前さんマニアックだからさ、うん、外人墓地ってあるのねたまれんの、うんうん、外人さんが入ってるで外国のいろんな外国の、うん、ほら国籍の人の墓だからさ、うん、いろんな形のお墓があるのよその国々のなるほどねそこでなんかそのすごい盛り上がってたよへあんまり行かないよね外人墓地とかそうなんだそうなのおしゃれなおしゃれというかそうなんですよへー今日はね充実してましたよかったうん志郎さんも行きたくなったでしょうラーメンは普通に食べたいねラーメンはおすすめですあれはやっぱし美味しかった昔からちょっと気になってたけどうんうんそんな感じでございましてコメントがつかなくなったじゃないかそう私のボイトレご所望の方は私に DM を送ってくだされば、はい、特別料金で特別料金になるか分かんないですけどからってね何口からみたいなそういう感じスキルをね技術というか知識をねお伝えするのでね、はい、決して安い値段ではないですそうだよねじゃあ俺もちゃんと池丸さんにあれだよね還元しなきゃねそうだよそうだよねうんじゃないと生きていけないからね、うん、やるだけじゃねそうあの人がね、うん、すごくいいなと思うのは、うん、占い師の多くの人たちってほらこの出目が出たらこういう答えだみたいなの言うみたいなことの代弁してる人がほとんどだと思うんだよね、うんうんうん、占い師のほとんどってただいきまりさんの場合はその出た目を一旦自分に受け入れて、うん、相手を見て相手に合わせてちゃんと翻訳して伝えるという作業をでやってるんですよ、うんうんうん、すごいなと思って、うん、本物だなと思ってなるほどね、うん、だから本当の言葉になって心になってうんうん、そうなんですそうなりたいなと思ってそれこそミレドさんとかそのハグハグのミレドさんとかいきまりさんはね、うん、結構もうあなたに向けてみたいな感じでやってくださるからそうなんですよね、うん、なのでちょっとミレドさんにもほらあの師匠の師匠なんでね孫弟子になりましたねそうなんですよ孫弟子になりましたって報告しなきゃいけないもんね、うん、よろしくお願いしますってそんな感じでうん、ちょっと勉強してある程度できるようになったら披露しようかなおーここでねここでねみん何を与えられてるのか俺も分かってないからね何の占いで勉強させられるのかまだ分かってないんで楽しみですねでもね、うん、でもカード系っつってたけどでもさこの間もさいっぱいカード並べてたじゃんすごかったなんか何カードですかみたいな感じだったじゃん、うん、それこそさ前さみんなのね、うん、相談とかはさ時間なくてあんま聞けなかったじゃない、うんうん、からね一言で言えるようなやつとかをね練習俺できんじゃ ね練習としてねちょっと皆さん練習台になってくれますかね助かりますありなんじゃないみんなもね、うん、嬉しいやろうしそうだよ、うん、まとめはシノは墓は行きたくないラーメンは食べたい遠いのは嫌遠いのは嫌、うん、その通りですよいや別に墓行きたくないわけじゃないよ俺と行きたくないみたいだよきっかけ説明聞くの私聞けなくなるもん途中からこういううんうんそうだよねそうそうでも大丈夫それ慣れていくから聞けなくなっちゃうから大多数の人はそうだからラーメンは食べたいね確かにラーメンはうまかったなおっさんでよければおっさん関係ないから行きまりさんと行けばでも行きまりさんまた行きたいって言ってあでも行きまりさんとなら行こうかなで今度は今度桜が綺麗な時に行きましょうっていうふうな感じになってあの辺ね桜が綺麗ですよねすごいよタマネの桜はもうアーチになってるしへもう圧巻だよ圧巻そうなんだ人いねえしお花見だお花見だ ねいいんじゃないじゃあお花見行こうようん全然行かないなこれ今の辺絶対行かないわ、うん、タマネでお花見オフ会、うん、でもバーベキュー禁止なんですよ
火つかるって言うじゃん。確かにちょっとあそこでなんかバーベキューしてたらね、ちょっと一応さ、公園墓地だからさ、あのお花見してる人はたくさんいるよ。たくさんでもいい。レジャーシート引いてるして、うん、ゆっくりしてる人たくさんいるし、ほらお弁当食べるのは全然ありなんで、あのちゃんとそういうベンチもあるし。あ、そうなんだ。まあ、確かに火使うのちょっと違いますよね。バーベキューしてんのはダメだろ多分。お墓でバーベキューしてるの見たことない。なかなか聞いたことないよね。それ多分つまみ出されんな。それアウトだな。うん、なのでね、そうなんだ。そうなんですよ、うん、ということで、うちのさんに、はい、私個人的に、プレゼント。イエーイ。うちのさんに。やったー。全くタマネンと関係ないんですけど。全く関係ない。この話の流れ？全然この話の流れじゃなくて、東京駅限定の美味しいお菓子があるわけです。やった！で、それをすっごい苦労して、苦労して、苦労して、手に入れたんですけど、まさかの、その人が東京に来れないと。ちかさんですけどね。おお。ここの常連のはいはいはい、ちかさん大阪に、大阪在住ちかさんですよね。ちかさん来れなくなってしまった。ちかさん来る予定やったんだ。だって誕生日だ。あ、ちかさんの去年誕生日会してる。ちか、うん、さん餃子去年来てくれたんだけどね。去年かも。去年ですよ。そうだ、そうそうそう、しゅのさん来たじゃん。うん、行った。あれもう1年経ったの。だから1年経ったから、ほら誕生日だからお祝いするから来てねっつって、じゃあ行きますってなったんだけど、やっぱ急遽来れなくなってしまって、じゃあ俺が苦労して買った誕生日どうすんだと。じゃあニコ生でしのさんにあげようってちかさんとこの間盛り上がったんで。いいの？ちかさん。そう、ちかさんの公認なんで。あざーす。それは直接郵送で送ってくれってことなんで。あ、なるほどね。ちかさんへのプレゼントはってことね。プレゼントは手渡しじゃなくて郵送で送ってくれになったので、うんうんうん、今度ポチッとちょっと郵送で送るんで、はい、で今も手元にあるんで、はい、それをここでみなしのさんとシェアしてくださいってことで、っと今日持ってきました。やだ、お土産だ。ちかさんありがとう。え、マジでクーラーボックスじゃん。しかも可愛いやつ。クーラーボックスで、あ、クール便できたよ。だからクール便だったから、そのまま送れないよ。あはははなるほどね。なので今日久しぶりしのさんの、全くしのさんなんかイベントでなんかある今日。 なんとかお祝い、お祝いの日。え、今日も一日生きた。朝ちゃんと目覚めた。今日何日だっけ。10月何日。今日2日。2日、なんだしのさん、な、何の日。と特に豆腐の日。豆腐食べた。誕生日したし、週末のイベントの前祝い。前祝いだ、やった。めでたい。たい焼き、めでたい。どうぞ。これなかなか手に入んねえんだから、すげえ苦労して手に入れたんだ。なんだろうか。オープンザウィンドウ。しかも、クール便で届いたからさ。ハサミ、すいません、スタッフさん。これをちょっと開けてもらっていいですかね。すいません、テープが。最近すっごい人気で。あ、そうなんだ。みんな知ってるかもしれないね。みんな知ってるんじゃない。知ってる人いるかも。そうなんですよ。そうなの。なのでちかさんの誕生日祝いでお裾分けで行ってくれれば、先週末大阪に行ったのに。そう、でもこの間なんだよ届いたの。やっとすごい苦労して。あ、じゃあ先週末じゃああれだったんだよ、まさかのクール便で届いたんでね。わ、ありがとうございます。これ再送できねえじゃんって感じ。これじゃよ、これじゃよ。めでたい。オープン。うわー、かわいい。うわ、光ってる、光ってる、オーラが。なんだ、一粒カルロ、はい、グミッチェル。グミッチェル、今流行りのグミッチェル。グミッチェル、この形もグミッチェル言うの。グミッチェル、あ、こっちか。これあのプレッツェルみたいなやつね。一粒カルロのおめでたい商品、一式。え、すごい。それが、これグミッチェル。これがもうすごい人気なグミッチェルですね。これと、他にもいろんな入ってんだね。ありがとう。これなんだろう。ありがとうの小さな缶。もう何かわかんない。あ、透けてる。これが、このグミッチェルがすごい。あ、みんなも知ってる。このグミッチェルが、ね、
これね、ありがとうってテントウムシ書いてある。あの不思議な時空超えてるんだけど透けてんじゃん。そうそうそう、あの方が箱に、あ、こんにちは、こんな感じです、いつも こういうところでやってます時空を超えてやってまいりました。ちょっとなんか恥ずかしくなっちゃうなとね、これチョコレートだって。え、チョコもあんだ。うん、ピュレチョコレート。ピュレってグミ、ピュレグミ、わかんない。と巾着、甘露飴だって。甘露いいじゃん、美味しいやつや。開けていいのかな。ちょっと一通り行ってみようか。うん、なんかさ、めちゃくちゃ可愛いの。え、これそのグリーンバッグ。あ、甘露、甘露飴。かわいい。飴玉なんだね。ね、飴だね。甘露はいいよね。美味しいやつだよね。美味しいと思う。あれだよね。今食べながらやったらゴロゴロいっちゃう。二人でね、おいしいなみたいな感じ。これは後でいただけますか。甘露飴美味しそう。これ本当はね、ちかさんとこに行く予定やったやつだよ、全部。フルーティーボール。これなんだろう。これグミじゃない。甘露。まあだから一粒甘露ってお店だからね。飴屋さんだ。そうなん。でグミとかも売ってるって感じ。え、これはグミじゃないの？甘露って、あ、飴だ。飴。これは豆。かわいいこれ。ちかさんに謝らないとじゃないよ。もうちかさんもいいよって言ってくれたから謝るんじゃなくて、ちかさん、さんありがとうだよ。ちかさんは個別に持った遅れって言われてるんで。そうそうそう。これ開けようよ。それは今日、それ食べる。グミチェル。超美味しい。あれでしょ、パリパリのグミでしょ。あ、パリパリなの、うん、私そういうなんか流行りもの食べたことないからさ。ちょっとこれ食べてごらんよ。これプレッツェルのグミバージョンってことでしょ。新しい食感らしいよ。これがすっごい売れてるらしい。私プレッツェルですら食べたことない。これがね、なかなか手に入らないらしいよ。見てって見えない。開けるとね、ハローって言ってんの。ここにちょっとなんかおしゃれな絵本みたいな、ハロー。おお、すごい大きい。あ、そんなでかいんだ。うん、もっとちっちゃいかと思ってたけど。かわいい。ちょっと一個ちょうだい。え、なん、いろんな、見て、虹色になってるよ。色でなんか違うの？わかんない。味が違うかもしんないね。あ、ピーチとかオレンジとかレモン。グレープフルーツ。グレープフルーツ？ラフランス？ラフランス。ソーダ？グレープ。お、すげえじゃん。じゃあ俺もピーチ。ピーチいただきます。これですよ。これなかなか手に入らないグミッチェル。グレープ食べたいところだけどソーダにしよう。じゃあちょっと食べてみようか。うん、チカさんありがとう。いただきます。オムさんもありがとう。だから結局チカさんには私またこれ同じの送る。あ、同じやつ先に見せちゃうね。郵送で送るんで、これはシノさんのためのやった、ありがとうございます。よし、ね、あれ、これ硬い。グミなのに硬い。パリパリだね。結構大きいね。いただきます。いただきます。いただきます。お、すげえ、パイパイパイする。うん、新食感すぎん。新しいね。うん、美味しい。あ、中は柔らかいんだね。表面がね、パリパリしてる。これ砂糖でコーティングされてんの。これ ASMR にぴったり。すごい。これ美味しいな。美味しいよこれ。美味しい。すごい歯ごたえがあるグミ。ね。うん。うん。美味しいです。いいなーってみんなね、うん、食べてみてよ。これうまいわ。美味しい。これ人気出るわ。確かに。これすごい手に入る。なんか若い子も絶対好きじゃないですかこれ。絶対好きでしょ。うん。普通のグミじゃないねこれね。普通のグミじゃない。食べた感じがすごい。うん。美味しい。これうまいわ。うん。これウケるわ。絶対これ ASMR に使われてるって知ってます ？ASMR って。知らない。今は流行りよ。なんですか？なんかね、イヤホンつけながら音声聞くと、あたかもここで
なんかご飯食べるやつだったらあたかもここでご飯を食べられてるような食感のやつね。そうとか、そういう YouTube あるよね。そう、耳かきとかねこれ絶対使われてるって。これでも美味しいな。これサクサク音もね、するするするもんね。えこれも飴な。美味しい。なんかこ、あ、飴だ。キャンディーって書いてある。まあ、んそういうキャンディー屋さんだもんね。これはなんだろうね。チョコレート開けましょうよ。それも開けてすぐやろう。ダメなんて私にやらしたらうんみたいな声出しちゃうからこれいろんな味の種類あるじゃん。そうだ、うまかった。これしのさんにプレゼントです。え、ありがとうございます。え、これ秒でなくなるんですけど。そうです、ね、おかわり欲しくなっちゃうよ。これ貴重だからねそんなね、パッパッパッって食べれるようなもんじゃない。味わって食べる。それどんだけマニアックなこれはなんかこんなの入ってる。ピューレチョコ、これチョコかな。ピューレって何？んレモン。なんかピューレのレモンかな。ピューレってなんか言いますよね。ピューレチョコレイ、チョコレーター。これだと、じゃあこれいただきます。いただきます。あ、そういうことか。違う、グミに、ピュレグミになるほどね。ピュレグミかわかんないけど、ほら、グミにチョコがコーティングされてんだ、グミに。うん、グミに、うん、ハートの形のグミにチョコレートがコーティングされてます。うん、うん、これいいわ。酸味じゃない、酸味これ、うん、しょっぱいじゃない、酸っぱい。うん、ふん、レモンみたいなピューレのね。で、チョコレートでしょ。うん、あ、これ好きかもしれない。大人の味。あのね、グミって赤いじゃない。チョコレートがね、うん、結構ビター。これうまいね、うん、これ美味しいですね。これ俺好きかもしれない。酸っぱいのとビターが来るの、これ面白いわね。面白い感じだ。これ初めてだ、グミにチョコレート。もう一回食べたいこれうまいわ。美味しい。これは人気出るわ。これだって、これが全部入ってるでしょ。そういう、このね、このセットってことだからね。これうまいじゃん、これ。そりゃさ、クール便できますよ。そうか、溶けちゃうもんね、これ。ダメだもんね。あ、これか。チョコレートも溶けちゃう。なるほどね。そりゃそうか。これうまいわ。うん、確かに。うん、ふん、これはちょっとびっくりした。うん、うん、うん、なんか甘すぎないから美味しいよね。うん、ちょっとちかさんの先にちょっと味見をね。味見ね、うん、うん、そうですよ。これでちかさんがそんなに美味しいのが届くんだいや、これ本当美味しいわ。美味しい、これも美味しいしね。頑張った甲斐あったわ。すごい、いいやつをすごいプレゼントしようとしてる。いいし、これ今日はしろさん何の記念日でもないけど、まあ、いつもお世話になってる。 ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。50-50でお願いしますってことで。ありがとうございます。でもいろいろね、仕事も振ってくださってるんで、ありがとうございます。ありがとうございます。これはうまいわ。これちょっと後で、もうちょっと待って私もちょっと食べていいのこれ。これもしろさんですか。え、いいの。いいです。やったぜ。持って帰ってもいいよ。これなんか一回開けちゃうとなんか全部食べなきゃいけないぐらい。あ、でもあれだ、チャックあるの。チャックでも飴だからあれよ。チャックある。でもこっちより甘露、こっちね、甘露一つもらえて。これ開けてみる。開けてみたら、キャンディーだからね。キャンディーとさ、舐めながらやったらちょっとこのまま。そうよ、開けるだけ開けよう。そうだね。どう、何が入ってるか、うん、これ東京駅限定なんで、うん、で今あれだね、そのネットから注文もできる。ああ、なるほどね。なんか東京駅ってさ、いろんなお店あるんよね。いっぱいある。私びっくりしちゃった、この前行って。めちゃくちゃで、いつも東京駅で行列なんだって、これ。あ、そうなんだ。でネットもすぐさ、あ、売り切れちゃう。売り切れちゃってさ、うん、でもうすぐなんかこうで、また復活したらすぐこう、何、こう予約しないと。アマゾンでもあるみたいって。それ多分値段が倍ぐらいじゃない。あ、て、うん、あ、これは本当のお店で。うん、キャンディちゃんと入ってるやつ。本気キャンディじゃん。本気キャンディ
これいいな。キャンディーとさ、甘露の違いって何？甘露は喉にいいよ。あ、そういうこと？へえ。いや、いろんな飴がある。すごい。飴が3つ。まあ、飴屋さんだからね。どうしたへえ、そうなんだ。グミ屋さんと違う。まあ、そう、飴とグミを。へえ。で、それが。光っちゃうな。そうそう。それがね、いろいろ創作が多くてさ。今すっごい人気。これはね、美味しい。で、今、Amazon とか Google とか、まあ、いろんなところでもネットやってるんだけど、うん、やっぱこれ本店は定価で売ってるけど、なんか倍ぐらいの値段で売ってたりするんじゃん。あ、そうなんだ。みんななんか足元見て。確かに、でも知らない人とか買っちゃうもんね。うん、クソ高いよ。定価もそこそこするんで。甘露って有名な飴屋さん。そう、飴屋さん。あの飴屋さんです。あ、でもその場、あ、一粒甘露って書いてあるよ。一粒甘露ってお店、一粒甘露さんですって。そうなんですよ。私はね、このプレッツェル、グミッツェル食べてみてほしい。グミッツェル食べます。これ、ね、それも、それ美味しかった、ね、ピュレ、チョコレーターそれ美味しかった、うん、食べやすいしね。そうそうそう、一口でね、パッていけるからね。もう満足です。今日嬉しかったんで、嬉しさのお裾分け。やった、嬉しい、ありがとうございます。お裾分けですよ。いやいや、イエーイ。もう出番終わったって感じ。出番、いや待って、オム店長、この後があなたの出番ですよ。ゼルダですか？頼むよ。ゼルダですか？そうそうそう、ゼルダやるか。この間洞窟トークしながらね。あ、そうだね。こっから、コメントの皆さんの耐久が始まりますんで、精神的な。そうですね、よろしくお願いします。ゼルダやるか。ゼルダやるか。ポンコツナビですよ、私は。どこまで行ったっけ、ゼルダ。いや、なんかさ、洞窟かなんかでさ、撮ってないやつあったよみたいな言ってなかったっけ。そうなんで、いっぱいありすぎちゃってさ、どっかの洞窟。あと、あれよな、なんか戻ったのに、うん、撮らんかった何かがあるよな、行かなかったとこ。いっぱいあるんだよね。ちょっとさ、忘れちゃったな、うん、忘れたな。どこ行くんだっけ。わかんないな。最初、あ、そうだ、最初から行ってって言われたんだ。最初から全部行こうだ。クリアしたやつもう取ってないのがあるって。そうだよね、言ってました。ということで、画面出していただきましょうかな、いただきましょうかなとか言って。どこから行けばいいのこれ。一番最初ってどれなんだこれ。お、もうポンコツさ出てきたか。お、すごい、こんなハートある。こんなハート残したまま私死んだん。じゃあ一個ずつさ、洞窟全部入って。あ、違ったわ。行ったらどうかね。うん、そうね。待って待って。洞窟ってどうやるのこれ。荷物チェックしよう。音が来ないかも私。そう。あ、そうだ、手紙を渡したんだけどこれ。渡したんだ。それでさ、なんか回復が2回回復できるのもらえるようになったじゃん。あれを 2,3 個持ちたいでって終わってた気がするね。そうだ、もうないもんね、うん、全部使っちゃったんだあそこで。そうそう、あれがないと次の洞窟きついぞ。からまた買いに行かないと。そこから買って、ちょっとやり方忘れちゃった。やべえ。それ買ってさ、もう一回洞窟、この間クリアできなかった洞窟やるか、うん、そう、皆さんが言ってる通り、最初から洞窟もう一回やり直すか、どっちがいい。え、最初からってあれでしょ、また回りながらってことでしょ。1からね。今 4つ目の洞窟かなんかに、ね、久しぶりすぎて操作忘れたんだけど私。どれこれ上がってる。どれあ、軽ささ。あれ、今どこまで行ったっけね。4つ目まで。あ、これだ。来た。すいません、皆さん、私久しぶりすぎて操作忘れました。すいません。あ、そうだ、これで止めて、ブーメランで動きを止めるんだ。止まってない。ハート出ない。これ書いてあるな。最初の洞窟から全部行こうっていうことでしたよ。ダンジョン攻略、その前にこれを手に入れろ。入れるものは多すぎてちょっとついてきない。じゃあ大手長がいろいろ確認してる間に、私はダンジョンに挑む前にこれをやれ。お、最初からもう一回やればいいのか。そうね、最初からやるか。うん。リンクは小さなシールドとハートの器3個でゲームを開始します。
開始画面にある洞窟に入り、ノーマルソードを手に入れます。ソードね、もう手に入れてます。爆弾を手に入れます。爆弾あります。近くの敵を倒すと取得する場合もあり、あえて購入する必要がないかもしれない。爆弾はね、うんうん、ハートの器の取得し体力最大限に上げます。まあ、1.5 ですが、うん、いいでしょう。手紙を入手します。赤い薬を購入できるようになります。これはやったよね前回ね、うん、待ってその段階でも手紙を入手します書いてあるの。最初に書いてあるちょっと最初に書いてあった。あ、そうなの、うん、いや、うんうん、マジカルシールド、青いろうそく、敵の餌を購入します。敵の餌？敵の餌？何それ何敵の餌って。矢はあるよね。矢はあるよ。マジカルシールドもあるよね。マジカルシールドは買った私が買ったよね、うん、青いろうそくもあるよね。青いろうそくあるよ。敵の餌って何？敵の餌ってどこにあるのちょっと待って、敵の餌を購入します。何敵の餌って。あー、敵の餌行こう。何それ敵の餌、今どこにいる？最初から上と、それ上え、ここ上、右行って上行ったとこですよ。そうで、上はい、上ちょっと待ってね。敵の餌があるよ。もう死にそうだから、うち。うわ、ほんとだ。ハート出ねえかな。ハート欲しいんだよな。あ、出ないわ。出ねえの。上行って、うん、左に曲がる。そこ左に曲がる。ここもダメだ。そして、うん、左に行くと、うん、そこら辺に餌がある、うん、え、餌がある。どこにあんのこれ。あ、そこに洞窟がある。どこに。上の、あれどこだこれ。その木の角、木の一番端っこの角の、そこそこに。どうすんのこれ。何、爆弾。青いろうそく。あー、燃やすやつだ。で、角の木を燃やす。一個離れてやるんよな、これは。こらーっと言って。残り5位じゃん。あー、できたよ、できたよ。おー、肉肉肉、これだよ、これ。待って、ハート買っていい。待って、ハートもいいね。一個しか回復してんのかい。何だっけ。あ、やばい、消えちゃったじゃあ、もう一回出て、もう一回やればいいね。もう一回入れば。おー、いけんじゃん。肉。あ、でも。あ、なくなっちゃった。誰なくなっちゃったじゃんこれ。そうだ、なくなっちゃったね。100ルピーするって書いてあるわ。え、これ肉があるとどうなるの？ごめん、使用する場合はレベル7のダンジョンだからだいぶ先だ。そう。だいぶ先だ、使うのこれ。ちょっと。先買っちゃったわこれ。待って、ってことはこれさ、俺はまだレベル4だ。4も行ってない4もクリアしてない段階だ。7だって。7いや、勝ちたね。勝っちゃったよ。そう、レベル7のダンジョンを挑む前には購入しましょうって書いてあるんだけど。待ってってことはもう購入しすぎちゃったね俺。飛ばしたな結構。あ、張り切りすぎちゃったね。青いろうそくを使用し、ハートの器を取得しますって。今器取得したよね。うん、よしハート。ブルーリングを購入します。購入するお金ないんですけど。ないね。防御力は2倍になるって。ブルーリング、え、それ大事じゃん、めちゃくちゃこれ大事なのこれ。めちゃくちゃ大事なの来たけど。30ルピーだって。30ルピー。あ、待って、じゃあため待って、9なんですけど今。あ、140ルピーほど所持してるといいですって感じぐぬよせ。さっきの肉いらなかったな。ね、いらなかったね。まだいらなかったな。今日もうこれお金貯める日になっちゃうよそうだねだって順番に書いてあったから順番にやるのかと思うよ確かにね、それはまあまあそうだけどね。ちなみに、うん、その青い指輪は、はい、今どこにいる？わかんない。これこの洞窟のところ？あ、それ左。あ、下。あ、左行って、うん、指輪なんて聞いたことないよね。これ渡って、うん、渡って左行って、お、全開。そこら辺、そこら辺、その洞窟。え、この洞窟なん？じゃないんだけど、その洞窟をまず行っての。え、この洞窟？場所が、あ、
そこで本当はお金くれるんだよ、ここでそのお金で買いに行きなさいみたいな感じだった。でも先もらっといて使っちゃったね、別で使っちゃったね別で使っちゃったよこれもう一回なんか見せたらくれないかな、くんないね。あい肉いらなかったんだよ。えあ出てきたじゃん、お金ないわ、ないわ俺赤欲しいよね、赤欲しい、赤2個ぐらい欲しいよねこれ。あーくれないわ、金ねえよ。待って手紙見せるたびくれんの、肉買っちゃうか、買っちゃったから、まあいつかは使う100だからね、うん、でもそれないと次の洞窟はいけないの、肉間違っても使わないでね。分かんない、肉の使い方は分かんないからな。そうそう、ちなみにそこを左、うん、下下そこ下これうんそこ下行って、うん、でもこいつら倒してからやる、どうせならね、そいつ倒して何にも出てこないじゃん。おう下行って、うん、その一番下の方を左、あんまりここ行ったことないよね。ちょっと倒してっていいですか。いいよ。あ、妖精か、ダイヤ欲しいんだよな今。妖精いて、妖精さん、妖精さん助けてよ。あ、消えたあ、出た出た出た、あ、やべ、あ、タキー、あ、爆弾ゲット、下を通ると、でここさ、私見覚えないんだけど、初めてじゃない、あんまり、左、さらに左、いて、あ、下や、での、ここの上のなんかさ、欠けてるとか、欠けてるとか、あるあるある、その欠けてる右側なんだよね、右なんだね、この辺ね、で、中央やや左ね、に爆弾、ここに爆弾だね、ここかな、ここでいいのかな、ここあーわかんない、ここなの、そこやってみようそこでやってみよう、あっ、おい、いた開いたじゃん、何もしてねえじゃん、あくれた、あ、やった、くれたじゃん、ありがとう、これであれ、あれじゃない、そのさっきのところで買えるわ、どこ戻って、え、何を買おうとしてんの、あれだよ、その青い指輪、青い指輪どこ、ちょっと待って、やってていい、これちょっとやってて、し、死んでもいいやぐらいの感じで、やばいやばい、中にモリブリンがいて30匹もない、やばい、死ぬわこれし、あ、死ぬわこれ、どこ、ちょっと待って、ちょっと待って、青い指輪を今夜目指します、ミスミス30万、あ、そこを上、あ、あれ、あー、なんてこった戻ればいいじゃん戻ろう戻ろう、そうよ、回復するんだからね、さっきのところ戻って、え、どう行ってくんの、え、そうだって、左左じゃない、ずっと、あ、でも橋渡んなきゃいけないから、うん、上、まあ、どっかで上行って、うん、左ずっと行けば橋渡れる、はいはい、ちょっと待ってね、うん、いいよ、どっちにしろダイヤ必要でしょう、うん、あ、出ない。で、そっち行っての？あれ、なんかさ、ここの橋渡って、渡ってまた左ね。うんうん。左行って、左行って、いて。け。ここ下だっけ？ちょっと待って、そこ今どこに？そのね、上行こうか、上ね、今下、さっき下行ったと上に行く、ちょっとゴブリンが、あ、痛い、あ、痛い上ね、で、上行って、うん、で、ちょっと待ってよ、ちょ、ここで悩ませないでよそいつが倒してて、倒しててはやばいね、そのね、列のね、上から3本目2列から1列になった木、これちょっと何言ってるか分かんない、2列から1列、あ、上から、そう、2列から1列になった木あるじゃん、ここ、うん、そこ、そこの上から3番目、じゃあここでしょ、そこだ、そこに青いろうそく、うん、ほらコメントで言われてるよ、もっと2人のシンクロ率上げないとクリアが遠のくな
出た。あー入れない。入れた。入った。お金くれた。おお金くれた。イエーイ。おー 100ルピーもくれた。ちょっと出る前にどこ行くか聞いとこう。でもここでは普通240ルピーを所持してるはずですって書いてある。ないね。もう100プラス100だね。これもう一個くれない。ダメか。お金で次に、うん、ちゃんと最初からやらないとね言ってるけど、これ今ね一応最初からやってるつもりなんだよ、オム店長のナビで、うん、そうそう、本当はお金を最初集めてみたいな、今最初から前提でやってます。もう一回ね。最初からってそういうこと。データをってこと。やだよ。え、データを、データを最初から入れってこと。それ大変だわ。うん、あ、死んだわ。ちなみにそれ上に登っていくとまた、うん、もらえるの。あるんだ、隠れるピー。あ、じゃあそこに行かなきゃいけないんだ、うん、そこまで行こう。オッケー。上行って左行って橋渡って、うん、でさっきと同じように下じゃなくて上の方の、うんうん、ね、はいはいはい、そこまではなんとか行けそうや。まあどっかでほらどうせルピー頼めなきゃいけない。ここでね倒しといた方がいいな。この敵まだやりやすいから。そうだね。いてやられてる。そう、ちょっとちょっと鈍ってんじゃないの。いやもう最後に出ても久しぶりだからさ、言ったら1ヶ月ぶりじゃん。そうだ、ね、いきまり3回もあったからね。これなんだっけ、下だっけ。上、左、上か。あ、え、下下、あ、そこそこそこ。全然嘘じゃん。ごめんね。でそこ上行ってのさらにそれ上行っての、うん、で左行って、うん、さらに左行って、うん、でそこそこら辺の、そこら辺じゃ分かんないよ。8本木が8本あると、はいはいはい、右下、右下の木、右下青い、青いろうそく、右下、一番右下ってこと。そう、一番8本あって右下、右下ね、そこに。あ、そうそうそう、そんな感じ。あれ、ちょっと待って、ろうそくつかなくなっちゃった。ちょっと待って、ろうそく なくなっちゃったな。ろうそくってなくなるの。わかんない、でもなんか一回買ったよね。あ、なくなっちゃったな。あれ、ろうそく火つかなくなっちゃった。え、なに。一回外出る。一回外出る、うん、そういうことか。で、もう一回入る。はい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 。そしたらエリアが変わったらミスター。あ、いた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 。おーい、オッケー。そこ入ると、おお、10ルピーくれる。10か、うん、で、もう瀕死だが。よし、いよいよ青い指輪いくよ。いくよ。お、指輪来た。出て右、出て右、はい、で、上の方通ってってずっと右。あー、この上じゃないのね。うん、そこじゃないんで。痛い、ゴブリンで、まだ右。ちょっと待って、ゴブリンゾーンやばいんだが。あ、あ、今は普通にぶつかっちゃったね。いや、しろ、さっきの橋渡るところまで行ってくれれば。オッケーです。左ってことね、うん、左行って上行って左行って橋渡って、うん、でもう遠回りしなくてもいけそうな気がする。今ね、みんなもね作業しながらね私たちの声を聞いているはずだ。そうだね、うん、応援してくれ、応援してくれ。で上、ここ上、これどっから上。え、これ上、うん、上上上、あ、上なんだ。今のこれを、海みたいな、その上上上、これ上、それ上。ちょっと待って、こいつと倒してもいいよ。でもあの海から、そうそう、海からのやつがね、あ、ここ上、ここじゃないと。そこじゃない。いて、いて、知らないけど、それ何が売ってんだろうね。ちょっと入ってみる。痛い、もうダメだ。あ、いらないね、いらないね。で、上ね、上行っての、うん、そこら辺だ。待って待って、違う、そこら辺じゃ分かんないのよ。ちょっとね、6体の像が並んでいますと、うん、上段真ん中に隠し階段があります。ほうほうほう。像に触れるとアモスとなり移動し、隠し階段が出現しますので中に入ります、うん、だから、6体の像の上段真ん中のやつにぶつかると動き出すから。逃げろ逃げろ逃げろ。あ、そこだ。え、くそ、判定が。嘘やろ。まあ今
のとこまで行くってこと、ね、なるほど。ちょっと待って、ここでちょっと一回もろもろハートを集めて、そうそう、この敵がね一番ね楽ちんだから。そうだね、今のところ246いない。ああ妖精さん全33。おお、やったじゃん。いいね、これ左、ずっと左、あの橋渡る。はい、さっきの階段降りていくと、うん、なんか青い指輪があるんで。へえ、全然何も取ってないじゃん。260ルピー買って、260、あ、あ、ないです、160しかないですよ。あ、違う、青い250ルピー購入必要だって書いてあるな。なんでそれを先に言わないの。そう、俺らさっき100使っちゃったじゃん、お肉にね。お肉に、でもあれじゃん、200ないのはもう知ってたじゃん。今読んで気づいた。250ルピー必要じゃん、青い指輪に。あー、そうなの。そしたら服の色も変わるって、青の服に変わるって。あ、そうなの、うちは全然舐めてないじゃん。青い指輪を取ると。へー、うん、そうなんだ。そう、いや、でも順番ずつやってなかったから。そうね、そういうことよ、順番ずつやってなかったからね。だから この調子でいくと、あなたに今250ルーピー持ってるでしょ、みたいな、そんなノリで来てる。なるほど、うん、けど何も持ってないですよと。しまったなこれ、ま、100足んねえよこれ。じゃあもう貯めるしかないってことね、結局は。貯めないとダメだね。じゃあちょっと手前に戻ろう。でもさっきのとこちょっと行ってみようよ、もう一回中入って。本当に？あ、でも250必要だな。書いてあるでしょ？書いてあるな。ってことは、しかも肉安いじゃん、こっちの方が。やっぱりそういうもんなんだって。入り口のやつは高いのよ。さっきのすげえ高かったよね。100か100でしたよ。うん。今この青い指あるとか60で売ってる。やっぱね、これそういうもんよ。祭りとか行った時もさ、手前にあるやつ高いじゃん。高い。ね、わ、すごいいろいろ売ってるって言ってさ、やっても中の方が安かったですよ、ね。そうそう、あっちの焼きそばの方が安いじゃんって一緒よ。いやー、なんだやられてない。じゃあ分かった。じゃあこっからいろいろトークしながら、うん、作業しながら回っていきましょう。そうだね。あと100足んねって。足んねえのな。結局必要なのね。でもそれ取ったら防御が3倍なんで、うん、全然必要じゃんそれ。必要だよね。必要だからもう集めるしかないもんね。あ、防御2倍だ、ごめん。いやいや、2倍でも、うん、防御力が2倍とかまで。2倍でも相当よ。ありがたいよね。そうだね。しかもここまではハートの器3個の予定だよ。3個ほんと初期なんだろうね。全然そうね、ちょうど初期の初期だよね。怖いわもう。お金稼ぐって本当に難しいね。大変だね。言ってる、大変だよみんなね、いつもお疲れ様。なんか違うのとこ行ってみようか。違うとこ行っていいの？大丈夫だもん。足んねえもんな、どっちにしろ。そういうのをやってさ、あれなんじゃないの、いつも行かなきゃいけないとこ行かなかったんじゃないの。パワーブレスレットを拾うっていうのがあるよ。え、大事じゃん。拾うだよ、これ。これ行こうか。パワーブレスレット行こうか。うん。マジカルソードを取得した後に、近くに腕輪がありますので、ついでに取得しましょう。あったんだ。あれ、腕輪取得した？してない。え、わかんない。なんか近くに転がってるらしいよ。転がってたかな。腕輪さ、持ってたらなんかある？なってる？なんかあるんじゃないの、これ。有識者の方分かりますか？マジカルソードを取得した後に分かるかな。なんかブレスレット持ってたらなんかさ、表記変わったりするのかな。腕輪って書いてある。腕輪ってかさ、ここのさ、マップもさ、どっかにあるんじゃない。なんか左上ずっとなんか変な感じになってるけど。そうだね。絶対マップあるよ。あるよね、絶対。間違いねえ。マップすら取ってなかったって感じだよ。あるよね、絶対これ。間違いないね、あるよね。しかも墓行ってないよね。墓？墓ってなんだろう。でもね、うん、私ちょっと裏でやった時にね、うん、行けそうなとこ行ったのよな。じゃあ行ってみる？うん。それじゃあ左。
え、そのブレスレットはブレスレット左、ブレスレット左か、左タマレーンがあるらしいよ。そうそう、タマレーンがあるんだよ。行ったタマレーン、どこ、これ橋渡る。そういえば最近ね、違うゲームなんだけどね、スイカゲームってやつが流行ってんの。そうなの、上それやってる、一人でやってる。そう、やってんのよ。上いて、あー前回じゃなかった、いて、ダメだな。おスイカゲームピッ、こっから行けねえのか。え、そうそう、ま、真ん中、あの上の真ん中にちょっとぶつかってみ。上の真ん中って何、上の真ん中のやつにぶつかってみ。これ、あ、ここか。そうそう、あ、これ先のとこか。そうそう、それちょっと入ってみ、ちょっと確認しよう。やっぱし肉60だよぼったくられだよ俺。でここで250貯めたらこれ欲しいわけ。これが緑だけど、今リンクが、うん、リンクが青色になるのね。そうそうそう、で今いるところの本当は左側とか上に行きたいのに、うん、この上に、うん、そのあれが腕輪が転がってんだけど、だからこっから行けねえじゃねえ。それってさ、なんかあるんじゃない、隠し要素ないの。どっから行く、誰か知ってる、なんか爆弾をさつけるとかさ、そういうのじゃないの。右からも行けないのかな。誰かわかるかな、有識者いる、これどうやってこう倒す、あ、倒れた。これどうやって行くんだ、めちゃくちゃ閉じ込められてますけど私今。ああ。そうだね、じゃあ戻ろうか。戻るんかい行けねえのこれ戻るんかい面白すぎる。左も行けないもんね、これ。うん、え、なんか爆弾をさ、やるとかじゃないのかな。違うんだよ。あ、違うんだ。うん、違うみたい。ルートが違うんだよね。これ左かな。左。ああおお。左行って。左？そうそう、左行って。あ、左から行くってこと？そうそう、左行って。ここ左？二つ通路あるけど、どっち？うん、どっちでもいいよ。どっちでもいいのね、本当に。じゃあ下行って、そのままずっとまた左。はいはいはい、わ、これ上が正解だったな。左、あ、そこさっき言ったとこだよね、階段出てる、うん、はいはい、山ねえよね、下下左、うん、早めのナビをお願いします追われてます私。左ね、左、俺左、なんか同じのが出てきてね。左、永遠ループって怖いね。じゃあ上行ってみよう。ちょっとあれなんでないの？左に。左？待って、上行って左？え、これ上もループじゃん。上行ってみ。これループじゃん。え、ループって行けないのこれ？ループって怖ない。じゃあ下行ってみよう。下行くの？下もループだ。大丈夫これ？はループだ。始まった。これ行けないパターンだ。ね、倒したらあれなのかな？じゃあ、なんか出たよ、さっき行ったとこ。あ、行ったとこか、さっき行ったとこ戻ったんだけどね、俺そこじゃねえってかえ、じゃあ上行けないの。上行けないんだよね、さっき行けなかったけど。これどうやって出たの、あ、全部殺さなきゃダメとかそういうパターン。そういう系な、書いてない、そういうのってさ、普通書いてあるでしょ、ここは永遠ループになりますよみたいな。いや、お墓の説明になってんだよ、もうすぐに。この説明、これはちょっと飛ばしすぎてんのかな。逆にね。ああ、逆に。めちゃくちゃ、いや、指輪はまだ取れねえのかな。だって上行けないもんね。これは一回死んで、死んだ方がいいな。頑張れ頑張れ。いや、効率的な感じでね。まあ、あっちはいけないと。得してないけど。ここでちょっと、じゃあちょっと右行って、うん、え、今何行こうとしてるの。て、うん、違うとこ行こう、私。違うとこ、大丈夫、そこ行って、ちょっと違うとこ行こう。オム店長はね、レベル上げが苦手なのよ右行って、そこに、あ、この、うん、亀仙人がいる。うん、
そうそう、連れてくのはいいけどさ、先に言って4つの岩があり、左の岩を上に動かすようにする。そしたらワーポイントの階段が出現。上に、これ左の岩を上に動かすようにすると、下からね、階段が出現する。いやいや、ね、違う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 、どうやって行ったらいいの。どうやってさ、あれこっち光ってるけど今これ、そうそう、そうやって上に押せない？押せないよ。え、なんかさ、必要？なんか持っといた方がいい？いや、指輪取得した後なんだけどね。指輪取得した後なの？いけねえのか。指輪、弱いから動かさないんじゃないこれ。そういうことか。弱いから動かせないんだ。ちょっと一回出てみて、もう一回やってみるわ。え、こっちでしょ？やっぱちょっと先走っちゃダメなの。ほら、なんで先走ろうとしてんの？また戻んなきゃいけないのに。指輪が全然手に入んないからさ。なんで？それをやってきたからさ、あれ何も取ってないねってなってきたんじゃん。そうか。いけないよ。ちょっと言う。まだ。いいのか。まだダメなんだ。やっちゃダメなんだ、それ。岩の位置違うとかない？だって。いや、その、そうなんだよ。ここなの？そこなんだよ。ここらしい。上なんだよ、そこなんだよ。そしたら、上に岩が上がって、右側に、階段が出るんだよ。出るはずなんだ。ないわ。無理ないわ。出ないや。指輪がないからダメなんだよ。爆弾じゃないとか？あ、爆弾でもないんよね。指輪を取った後っても他のやつなんか押してみる。とりあえず。指輪じゃん。腕輪ね、腕輪。腕輪だ、腕輪。なんも動かないや。ダメだこれ。ダメだこれやじゃないよ。ここはまだ早いんだな、これ。そうそう、うちらはまだ子供よ。まだ早かった。そんなさ、まださ、激弱なのにさ、強いとこついてったら。ブルーリング取らないとダメなんだよ。ダメだこりゃ、ナビってやれな。あと40、あと40。あと40頑張って。あと40よ。うん、しれっと、もう40集めたから、さっき160とかじゃなかった？そうだよ、すごいね。しれっと40集めてっから、こっち。頑張ってんじゃん。一人でね、この前こういうことしてたんだよ、配信前に。やっぱ配信前にさ、ある程度さ、集めとかとダメやな。あとレベル1のあれで取り忘れてるのかな。ありそうじゃない。洞窟でなんか取ってないのあるかな、うちら。あり、なんかこんな感じだとありそうだけど。頑張って。パート7の強化。スイカゲームっていうさ、めちゃくちゃ今 VTuber さんとか YouTuber がめちゃくちゃやってるゲームやっててね、パズル要素あるんだけどね、面白いんだよ。時間がね、解けてく。いいな。そうなの。えい、いて。あ、なんとなく感覚つかみそう。よし、あと頑張れ。40 40結構遠いな。スネーク、俺らレベル4まで行ったんだっけ。そう、レベル4の途中まで。途中4がね、イカダでも取ったよね。うん、4が倒せなかったんだよね。最近みんななんか悩みとかないん？急に急ですけど。イカダ取ったよね。イカダ、どこのイカダやろ。結構取ったけど、取ってないイカダあるかもね。2か3のはしご取る、はしごの、はしご取ったよね。2か3あたりのハート取り忘れてなかった？だって2か3？うん、のハート？ハート、ね、レベル3の段階でハートは9個って感じだよ。レベル3の段階でハートが9個 ?7 個しかないじゃん。2個足んなくね。え、待って、2、4、6、7個しかないじゃん。9個あるなきゃダメなんだ。どうして？あれ、2個足んねえじゃん。で、1個目までは3でしょ？洞窟1個。確かにそうだ、レベル2の段階でレベルハート8個に強化。待って、もう、待って待って、うちらレベル4の段階でさ、ハート7個だよ。私頑張ったと思う、そう考えると。不思議だよね、よく考えたらね。もうは今のレベル4に行ってる段階ではハートは10個になってなきゃいけない。ないないない、異次元それは。って考えると、じゃあ3つ取ってねえな。1か2で1個目の洞窟か2個目の洞窟でハートまず取ってないってことでしょ。取ってねえの、単純計算。増えてなかった、ちゃんと。ちゃんと単純になんか増えた気はするけど、どっかで取ってないのよ。洞窟なのか外なのか分かんないけど。レベル1でハートは7個。レベル1でハートが7個、うちら今レベル1やん。しかもこれさ、違うとこも行った上での7個だから、
そうかね。そうそうそう、撮ってないとこいっぱいあるよ。その前段階であれだよね、うん、探して思ってじゃあ洞窟に入る前に6個ないとダメだって。え1個目洞窟に入るレベル1の洞窟に入る前に、うん、ハートが6個ある。なるほどね。ってことは、うん、1個目の洞窟の前で何か取ってないね。何か取ってないよね。あちょっとハートの器ちょっとね、あった、見つけた見つけた。2と3のあ洞窟で取ってないって。わかった、これだ、これ取りに行こう。今どこにいる？結構最初よ。これいけんじゃない？爆弾持ってるよね。持ってる、8。一番最初。これ最初。最初ね、右右右右。一つ目の洞窟で3とかで突っ込んでたような。突っ込んでたよ。突っ込んでたよ。よく勝ってたね。よく考えた。いやいやいや、3、4で。でもさ、それでさ、私も今でも、うん、女だからちょっと恨みずっと残るから言うけど、うん、3です。頑張ってたじゃん。やっぱ死ぬとさ、あーとか言うのよ、横のおじさんが。いや、しのさんだからそこまで戦えたんだよ。ね、右右右ね、ニトさんのハート忘れてると右ね、右ちょっと待ってね、増やさしてね。んだ、何気にあと6個だからね。ダイヤ一番最初に取らなきゃいけないのを取ってね、よく頑張ってたな。いや頑張ったよね。あこう考えると、みんなの意見も聞かず。みんなはさ、あ、お、お、いったいったわ、急にいったんですけど。じゃあちょっとハート取ってから行こう。そうそうそう、先急ぐな。うん、右行って、右行って、これ出たところ、次ね、次出たところの、うん、この、あれ？これ撮ってるね、多分ね。撮ってるね。あ、これ撮ってるじゃん。これは撮ってる。ここにハートが、ハートもらえたんだよね。撮ったね。これ撮ってたね。うん。なので、じゃあちょっともう一個あるんだ、もう一個。はいはいはい。もう一個が。ちょっとここで、なんか集めとこう。あ、うん、ちょいちょい、今、急に探し出してるから。これ取って、これ取って、これも取ったよな。オッケー。で、これ取っての、ここにあったのか、ハート。くそー。どこにあったの？今、どこにいる？そこね。うん。それ、右に出て、右に出て。拡大コピー版のマップ忘れてる？いや、マップ見てるよ。上上、上上。上上上はめられたのきついな。上上、皆さん、オム店長はちゃんと拡大されてるマップ見てますからね。上上上、ずっと上、ずっと上、ずっと上。うわー、嫌なとこ来た。これ点々で酔う。そうだね、これ右、痒くなってくる。右右右右で、もう一個右か。こう、もう一個右の角、あ、これ撮ってるんだ。金属前回撮ったでしょ。撮ったね、これね。これ撮ったわ。撮ったね、これね。あれ、ちょっと撮っての、あ、待ってよ、撮っての、うん、撮っての撮って、あ、でも撮ったよね。撮ったね。撮ったよね、これ左出てさ、左曲がってさ、うん、なんか爆弾やって、うん、あ、開いてたよ。開いてるよね。開いてるね。一回入ってみようか。開いてる開いてる。なんもないね。取って取ってんだよ、だから。はいはいはい。取ってた。取ってた。じゃあこれ最初に取らなきゃいけない2つはクリアしてるんだな。あ、クリアしてるんだ。うん。っていうか最初に、あ、ホワイトソード。さっき取ったなって言ったやつは、取って、本当に取ってんのかな。取ったんだろうね。前回ダンジョンで何か取ろうとしてたんだけど、それよりも前に何かが取れるのよ。そうだろう、取れるんだけど、うん、から洞窟の中とかじゃない、もはや洞窟の中はもう行くんだけど、行くんだけど、読んでハート5にする、もうハート5になってるはずだよね。青いろうそくを使用し、ハートの器を使用、これか。あん、なるほど、ここ行ってねえな、今のところの、うん、右行って、うん、え、右クミッチェルじゃないのよ。上上上上、クミッチェルはギャルの
スミッチェル、そうです。スミッチェルは応援団だから、応援団。応援する人。いて。やばい。あそこじゃないや。え？あ、上ってどこ？上って。上って言ったよね。そこの階段。ここの階段ね。で、うん、左。左。上。上。どこにいるのこれ。開いてる。行ったね。行ってるよ、行ったんかい。死んだ。行ってた。はい、ということで今日は時間的にはここかな。あれ、買いに行く？どれ？あれ、あの青い指輪だけ。あ、買いに行く忘れないうちに。そうそう、240。そうだね。左ね。そうそう、左。そこまで、そこまでやろう。で、これさ、セーブの仕方わかんないんだよね。セーブだから、あれだよ。普通になんかコメントでくれてたよ。コメントでくれてたけどさ、その後やろうとしたらできなかったじゃん。どうやっていくんだっけ？左だっけ？おも出ちゃう。左左。ナビして、うん。電源ぶちしたらね、この前ね貯めたねハート全部なくなって。え？あ、死んでからじゃん。死んで死んだら。そう死なない、うん、そう。え、どこだっけ？途中でやった。左左。左左。うん。そう、途中でやめたらダメだよね。上。上か、ここじゃないか。左。左？あ、ちょっと待ってよ。ちょっと言っていいのに。なんか違う。なんかここ？そこ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 。違うじゃん。なんで嘘ついたの？嘘ついた。さっきんとこ、さっきんとこ。あ、ここへ。さっきんとこってどこ？さっきんとこ右。あ、もう永遠ループ入っちゃったよ。右右。そこ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 。え、これ？これだっけ？嘘嘘嘘嘘。なんで嘘なの？下。ここどこ？そこそこ？どこ？どこ？あれどこ？下。あ、そうだ、下の道で行くの。下の道ね。あー、これちょっとゴブリンがいる男だ。もうゴブリン。あ、回復させてくれた。下。ここが。そこ。ここじゃないじゃん。ここじゃない。でていうか、どこに、どこ行っちゃったよ、このあれが。どこも行かんよ、洞窟は。あ、絶対ここじゃないじゃん。ここなんか新しいとこ来たよ。違うな。マイナス。どこ入ったんだ。新しいとこ進んじゃったよ。え、なんかただでは話せないよ、だって。どこ入ってんの。でもこれって使っちゃったら、使っちゃったらダメ。やべえよ、かんだ。やべえ。情報くれるっぽいけど、使っちゃったら、で、腕は買えないんだけど、腕はどこ？腕はもう後で取りに行かなきゃいけないんだけどさ、その前にさ、今もう、ちょっと今迷子なんだよね。なんで、なんでその前の話になっちゃうの？さっき、どこだよ。下じゃん、下。え？あれが、地図がもうどっか行っちゃったよ。いや、見てたんだから、あるでしょ、地図。これかな？あ、これだ、ブルーリング、やっと見つけた。うん、今二股のとこにいるよ。二股のところ、これ右、うん、右いて、うん、あー絶対違う。左ね。そう、左。じゃあ上どこ？上。あのほら、なんか鎧みたいなやつを動かすんだよ。上。そこの場所をね、聞きたいの、こっちは。上。えい。なんだこれ。泉来たよ。おお。やったじゃん。さっき行けなかったのね、ここ。行こうと思ってたの。え、ここに行こうとしてたの？うん、でもこれ入れなくてさ、なんか変な、同じ回転だったのにね。え、全然違うとこだよ、それ、うん、知ってる、それ下降りて。やっと行けたわ。で、右。やっと行けたわ。うん、右。右あ、右ね、ごめん。今は私があれでした。ね、確かに毎回回復できるのかな、これ。ちょっと待って、一回当たってみていい？ちょ。よっ、できるんだ。できるんだ。へえ、やったね。めちゃくちゃ大事じゃんこれ。うん、右。もうどうやっていくかわかんないや。大丈夫、それ上。上。
え、めっちゃ大事じゃん。大事だね。上。上ね。あ、なんか確かにこんなようなとこだったね。で、この真ん上、上の真ん中。普通がして。おつつ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 つ。はぁ。やった、来た。あ、ごめん、250だった。あと2。ごめんごめん、あと2。あと2なんとかして。やばい、やばいじゃん。ちょっと待って、ここじゃきついぞ。さっきの下、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 ゴブリンだったらなんとか。あ、ここだったらなんとか。 あいつ海からのやつちょっと気をつけて。気をつけながら。全然250だった。あと1個、あと1個、あと1個。あ、出てこない。どこだっけ、さっきのさ。そこ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 、ここの上か。その上。ちょ、この付近でやっとこう。痛い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 。あ、いた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 。一回一回。いける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 。もう上上上上。いけるわ、いける。やっと今日ここまで買いたい。そこじゃない。あ、ここじゃないか、この上か。そこじゃない、それ。これマジックシールドね。その。回復しちゃうと、いや、セーブの仕方誰かまた教えて。いや、だから一回死ねばいい。死ぬしかないもんね。やった。やったー。それください。ごまだれ。ごまだれだ。服がさ、青になる。あ、青になる。見とこ。これ防御力はアップするよ。ん？防御力はアップする。あの、着替えて。着替え、あ、こちらが着替えるのか。外出て着替えない。あ、青になった。もうなったじゃん。おー、やったー、やったー。進んだ。ここまでで。え、じゃああれだったらさ、押す？岩。岩押せるかな。あ、でも指輪がないじゃん。あれ拾ってないじゃん。あ、これ違うのか。うん。これは指輪じゃん。指輪で、もう一つブレスレット。ブレスレットは付近じゃないの？この付近じゃない？え、違うんです。武器もさ、ね、そ、武器もあれになってるわ。色変わってる。本当に。あ、でもこう、あれは変わってないな、回数は。じゃあこれ左行ってみてさ、うん、さっき行けなかったんだけど。え、じゃあさ、ちょっとあれしていい？頼もう。回復。やっ、これいいね、ここの泉ねえ、うん、これでちょっと無理やりにでもやって。隣行って上行くとまた泉があるんで、この上。あ、そうなんだ。おー、1。ここは何も出てこないのか。何も出てこない。ワンチャンもしかしたら取った可能性はあるよね、私が。そう、何も出てこない。何も出てこない。じゃあ下行って、うん、で左行ってみて。左ね。さっきずっとループだったね。あれ、これさっき来たな。この上に行けねえのかな。これ本当にその上なの。あ、下か。下から上行くのかな。下行って。本当に言ってるそれ。左行って、はい、で、またループ、ループだよこれ。あー、ループだ。行けません。行け、行け、絶対行けるから書いてあるんでしょ、どっかで。だから多分、なんかがないと、なんかクリアしない。なんかがないのか、普通に行き方間違ってるか。地図上はそうなってんだよね。お墓に行けないんだよ、お墓に。ずっと言ってるね、お墓に行けないって。うん、まあ、とりあえず、今日のノルマ達成したわ。達成したわ。セーブの仕方わかんないから死ぬわ。そうだね。また戻って死んでください。あの岩を動かせるかどうかちょっと試してみた。確かに、それだけやろうか。動かせるんだったらやっぱしブレスレットが、腕輪が必要。どうやって行くんだっけ、下に。帰り道もわかりませんと。右、あ、違うとこ行っちゃった。これ何、それは洞窟か、これ。そうだね、また後でやらなきゃいけない洞窟だ、ね、上の洞窟だ。あ、レベル3だって、これが、これが噂のレベル 3。で、ここの、もうハート取ってないよな。うん。なんかさ、こんな薄い青になっちゃって。そうだね、全然真っ青じゃなかったね。どうやって戻るのか分からない。じゃあ、今どこにいんだ。レベル3の洞窟の上。で、あ、そういう水、ちょっと近くだな、これ。右行って、橋渡って、で右行って1個下がって、右だ。オッケーオッケー。いやいや、いやー、いやー、頑張った。ここまで来れって頑張った。うん、そこ表情も頑張ったよ。イエーイ、最初のとこに戻ってきた。一番最初にやんなきゃいけなかったとこやってなかったね。なんでだろうね。ページ間違えてたよね。洞窟からスタートするのかと思ってたよ。
え、どうして？え、一番最初が洞窟やつやね。どうして洞窟スタートだと思った？そう、洞窟から書いてあったから。洞窟から書いてあったんだね。見るページを間違わせて。なるほど。あ、やっぱ回復しちゃいました。取ってからじゃダメだったかな。ね、もろもろね。じゃあ押してみるわ。押してみて。ここよね。動かない。動かない。腕輪が必要なんだな、うん、ちゃんと順を追っていってくださいねってことね。そういうことか。パワーブレスレットを拾うって書いてあるの。パワーブレスレット。あ、パワーブレスレットは確かにパワーだね。でも俺パワーブレスレットはね、お墓のとこ行かなきゃいけないんだけどね。お墓の行き方が分かんないので、今度オム店長が始まる前にちゃんと調べておきます。お願いします。オム店長はね、左上のね。っていうことで、ちょっと死んでください。一旦じゃあ画面このままにして配信画面だけ戻しますか。後でやるね。うん。いやー、よかった。とりあえず青色まで行けたのでよかったです。変わったね。うん、よかった。消さないようにね。そうそうそう。いや、 BGM はこれですね。うん、よかったです。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。とりあえず服が変わった。よかった、ね、なんか進み出した気がする。本当は初期の段階でこれ行かなきゃいけない ね。あと本当は本来ならばもうハートがね10個ぐらいないとダメってことね。10個ないとダメから次やることは指輪を取りに行くのと、その前に洞窟をね。あ、そう、洞窟探索してちょっとハート取り忘れたやつ、うん、を取って、うん、で洞窟4をさっさとクリアし、はい、さっさとできるかな、うん、そしてパワーブレスレットが欲しい。パワーブレスレットはその先でしょ。その お墓に行けないからさ。だってループしちゃってたじゃん、さっきのところ、うん、だから多分何かがクリアしないといけねえんだよ多分ね。うん、ちゃんと検索しよう。まあそんなわけでですね。そんなわけですよ。次回は23日とかでしたかね。月曜日が23日ならそれぐらいになってますので、次回は、よろしくお願いします。ちなみに告知ありますか。告知はね、そやな、今週末にね、横浜駅に遊びに行こうかなと思ってますので、それぐらいかな。なるほど。次10月23日ですね。また2週間後、 3週間会えちゃうね。うん、から会える、 2日だもんね。会える人いたら。9休みなんだね。スポーツの日だって。スポーツの日23、2週間後です。23ですね。3週間後だって。3週間後ですね。ぜひご覧くださいませ。23日この続きやります。頑張ろう。こんな感じですよ。チカチカしてるから横行こう、うん、なので、はい、よろしくお願いします。あとなんか告知ありますか。年末と年末なんかあるって言ったの。ハグハグ共和国ね。そうですね、うん、またそれは、あ、コメントでもね書いてくれてありがとうございます。おお、そうなんです。そういう時期か。あ、そういうイベントがあるんですね。あとタマレーンね、ぜひね、うんうん、歴史が眠るタマレーンチャンネルやってますんで、最近一気見を作りました。おお、すごい。パンフレットがあってさ、うん、なんか作家編とか画家編とかエンタメ編とか、うん、タマレーンが出してるなんか10個ぐらいピックアップしたお墓の資料があるんですが、あれ一気に見ようっていうね、うん、そういうのも作ってありますんでね、はい、ぜひご覧ください。ご覧くださいということでね、あの、はい、ツイッターとか見ていただけたら、私がどんなの出るかなとか、でこれ出る、うん、どんなんだろうみたいな感じでね、あると思うんでね、ツイッターの方も。じゃあ、篠さんのツイッターを、うん、いろいろ匂わせてるんでね。この辺出てるんで。X だった。X ね。X だった。ポストしてますんで、ご覧ください。はい。匂わせがいっぱいあると思います、最近は。はーい。そんな感じでございまして、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた3週間後に会いましょう。バイバーイ。